はい、どうもー、パチオです。えー、今日は日曜日ですね。まあ僕はね、相変わらず仕事だったんですよ。<laughs> そんな感じなんですけど、えー、まあそのことはいいとしてね、まあ今日は何の話をしていこうかっていうとね、えー、今日でオリンピックの全種目が終了したのかなえー、多分そんな感じだと思います。えー、午前中というか昼ぐらいに、あのー、ね、携帯のニュースの方の速報で、 えー、カーリングが終了したという話は流れてきました。なんですが、えー、僕ねあの基本的にスポーツ大好きで、あのーまあ、どんなスポーツだろうとテレビでやってたら大概見るみたいな、えー、そんな感じの人間だったはずなんですが、えーまあ、今テレビが壊れてるのもあってね、えー、今回の、えー、北京の冬季オリンピックに関しては、えー もう今までで初めてかもしれない最初から最後まで全くテレビ視聴のなかったオリンピックになりましたね。まあいろいろねなんか判定が不可解な判定があったりとかえまあ高梨沙羅さんみたいにねあの失格にされたりとか。 まあそういういろんなことがあったみたいなんですけどね、えー、テレビが壊れてればね、あの見ることもないんで、腹も立たないみたいな、まあそんな感じになっちゃってましたね、えー、僕の,の,のその冬季オリンピックの一番の記憶っていうとね、あのー、リレハンメルオリンピックね、あのー、ジャンプ団体であの原田選手が大失敗ジャンプをして、金メダル直前で金メダルを逃したっていうのがありましたね。 あれ最終ジャンパーでもうある程度し普通のジャンプをすれば楽勝だったのにもかかわらず大失敗ジャンプしたんですよね、確かえ僕はね、それをね、早朝ラジオで聞いてたんですかね、確かえその記憶が一番古い感じかな、冬季オリンピックでいうとまあ、バルセロナとかあのーまあ リアルに見てたかっていうと見てなかったような気がするけどね、あの鈴木大地とかね、が多分オリンピックの中で一番古いのは、うん、まああとカール・ルイス・ベン・ジョンソンとかその辺かな、あの、そのぐらいから、まあね、あのスポーツの、テレビでスポーツやってたら、あの、種目にかかわらず全て見るみたいな、だからね、あのフィギュアスケートとかもね、 あの女子のフィギュアスケートとか別にエロ目的とか関係なく見てたしねまあ僕の地元はねあの愛知県香南市ということであのー、まあフィギュアスケーターねあの浅田真央さんとか安藤美樹さんの頃に活躍してたあの中野ゆかりさんというねあのー。 スケート選手がいて、えー、その中野ゆかりさんが一応地元が一緒ということで、えー、彼女がね、あの中学生時代ぐらいの時に僕は何遍かその姿を見たことがある、まあ、うちの地元でね、あのそんなスケート靴をあのぶら下げてる女の子がね、あのコンビニね本で立ち読みしてたらなんだろうみたいな感じで <laughs>、気になりますよね、スケート場は名古屋にしかない,ないわけなんで、この辺、最寄りのスケート場名古屋なんで、まあ、20キロ以上離れてる。 まあそんなところにスケートブックスを持ってる女の子がいたら目立つっていうね <laughs>。で、まあまあ、おい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 ね、テレビで出てるのを見て、ああ、そのときの,の子だ、みたいな感じで,で、ネットで調べたらもう、僕が会ったのは多分中学生の頃ぐらいだったんだけど、まあその時でもうすでに世界的に活躍してるすごい子だったんだよっていうのが後々わかるみたいな <laughs>。 へえそうなんだ僕はその時ねあの親金持ちだなとかそんなことしか思ってなかったんですけどまああのー、冬季のオリンピックはねあのなんせ道具にまずお金が最初にかかりますからねなかなか自分もねあの雪が苦手っていうのもあって、あのー、やる気にならないしまあ見てるだけで十分だなみたいな感じはあるんですけどね。 まあでもねやっぱスポーツ好きでや、ね、そういうスポーツを好きでやってる人もいますからね本当お疲れ様ですよねまあ僕はね今回、まあ、オリンピック見ることできなかったんですけど、うん、いつまでテレビ壊れたままにしてるかな一応ねまああのー、1月の16日ぐらいだったかな壊れた日、えー、僕のテレビ画面にはねあのアップに映った、えー、辻元清美さんがね、えー、映ったままの状態になってますまあテレビね 壊れてる状態で、それ切ってつけたらまたどういう状態になるのかもわかんないから、何ヶ月か後にそれはやってみようかなみたいな。まあ今壊れたまんまの状態であの、テレビって壊れるとそんな静止画像になるんだなみたいなのがわからない。あのー、面白くてね、そんな静止画像になるなんてことあるんだみたいな。まあデジタル、テレビがデジタル化したことの弊害というか、の影響なんですかね。あのー ビデオとかを一時停止したみたいな状態になってますからね。で、それをテレビを消してつけたところで、また元に戻るのか、また辻本清音がそのまま映るのかっていうのは、まあ、なかなか面白いんですけど、まあそんなことはさておきね。まあ、どうなんでしょうね。僕はこれから、まあ、おそらくですけど、あのー、戦争が起こると思ってるんですよね。あのー、ロシアとウクライナ。 まあロシアがウクライナに侵攻してるみたいなそんな話なんですけどまあオリンピック期間中はさすがにやらないだろうみたいなそんなのってあったっすよねまあそれでね制約がなくなったらもうそろそろ侵攻するんじゃないかなみたいなもう今進行するよ、侵攻できるような状況を作ってるの最,最中でもうそろそろ煮詰まってきてるなみたいなそんな話なんで。 まあおそらくね、まあ、閉会式明日なのかな、今日なのかな、わかんないですけど、まあやると思うんですよ、それが終わった翌日ぐらいにはもうね、戦争が始まるんじゃないかなって思ってるんですけど。 まあ平和の祭典だ、平和の祭典だって言ったってさ、いろいろ政治の力はいろいろ関わるしさ、ひょっとしたら日本の時もね、あの僕が日本人だからそうは思ってなかっただけで、ま,あまあ世界から見たらそうかもしれないですけどね、まさすがに今回みたいに政治ゴリゴリってのはね、あの日韓ワールドカップ以来だと思うんですけど <laughs>。 まあの時の韓国もさすがにすごかったからね、ドン引くレベルだったけど、今回の判定関係もね、いろいろドン引くレベルの話が多かったんじゃねえかなと思いますけど、まあ、見てないとやっぱしああの幸せですよ、あの、みんなね、みんながどうこう言ってるってのを、Yahoo ニュースかなんかで見て、ああ、そうなんだ、ぐらいな感じでね、まあ、オリンピックの結果がどうだこうだで盛り上がってるうちの社員とかもいるんでね、あのーそういう風で。 まあ本当にね、今回テレビがなかったことによって、非常に精神衛生上いいというか、まあそんな感じなんでね、まあ、しばらくテレビないまんまで突き進んでいきたいと思いますっていうことで、そんな感じで終わりにしたいと思います。以上、パチョウでした。バイバイ。